はい、今回は相振り飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。こちらは三間飛車から美濃囲いに組んでいきます。美濃囲い、相手は向かい飛車から金無双の形となりました。こちらは高美濃囲いを目指して組んでいこうと思います。相手の3五歩は積極的な一手ですね。こちらの矢倉囲いを封じています。高美濃に組もうと思ったんですけど、3五歩が早いためこの歩を狙って攻めていこうと思います。こちらは美濃囲いに組んでいますが、相手は玉を囲っていません。なので戦いが起きればこちらが優勢になるはずです。3五と4四のこの2枚の歩を狙っていきます。7四飛車に対して7三歩だったら4四銀と出る手が成立しています。なので相手は飛車を浮いて4四の地点を受けてきました。こちらは再び銀を引いて3五の歩を狙います。3四銀だったら4四角ですね。この局面で3四飛車と受ける手に対しては一度2八に玉を上がっておきます。一番いいタイミングで7五飛車や7九角から3五の地点を狙えば優勢となります。ここはチャンスと見て踏み込みます。これで角と銀と桂馬の3枚のうちどれか1枚が必ず取れます。瞬間的に銀損になってしまっていますが、駒損が回復できるため玉の硬さに差があり、こちらが優勢と見ていいと思います。角取りに対し角を逃げながら銀取りになっているので非常に味のいい切り返しとなります。ここは落ち着いて金を引いておいて、こちらの玉は寄りません。6八銀成に対しては2四の角を取ってしまえば大丈夫ですね。お主腕を上げたんじゃないか。はい、今回は相振り飛車の将棋をご紹介しました。序盤の3五歩とついた手が非常に危ない一手で、この歩をめがけて攻めていって有利を拡大することに成功しました。参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。